はい、こんにちは。こんにちは。佐久間です。宮先生です。佐野です。水本です。かっこいい。いいよ。今みたいにね、ちゃんと人に会ったら挨拶。こんにちは。で、名前を言うと。でもね、場所の時間によってやっぱ挨拶でどんどん変わる。挨拶日本では言わない人たちが皆さん言いますね。英語でもハローとか言いますね。こんにちはって言いますか、皆さんっていうぐらいの感じで出すじゃないですか、うん、なのでやっぱり挨拶を深掘っていきたいなと思います。一番使うのは皆さんもご存知のサワディーハ、サワディーハ。朝起きても昼あっても、うん、夕方あっても、うん、夜あっても、はい、サワディーカップでいいんですね。さよならもサワディーカップに言うよね。うんうん、さよならはバイバイとか、バイバイなとか。お別れの挨拶の時にサワディーカップを使うのはありますよね。ありますよね。あれよ、ほら。私だったら上の人にだけサワディーカップ。あ、じゃあ上の人だと思われてるんだね。そう、友達に。結構上だから、ね、年がバレちゃう、年がバレちゃう。一歩先なことを言って。そうだね。やっぱおはよう、おやすみとかって言い方はまあありますよね。そうですね、教科書的な感じだと先生は使わないよって言うかもしれないんですけど、顔がもう見てください、ね、使わないけど、サワディートンチャオというふうに説明する教科書もあります。あります。がどうでしょう。サワディートンチャオ言います。じゃあ例えば家でさ、お母さんとかに朝起きてからなんていうの。もう起きました、トゥネオ。あでも、ね、言わないかな。サワディカって言う、お母さん言わない。あ、やっぱそうだよ。グッドモーニングは言わないってこと。そうですね。日本はおはようって言うよね。おはよう。私なら食べるものは何かあるとか。家族だったら家族だったら早く起きなさいわ。ตื่นได้แล้ว。ตื่นได้แล้ว。ตื่นได้แล้ว。ตื่นで起きる。ね。トゥーンダイレオで、もう起きられる時間ですよ、起きる時間ですよっていう感じですね。日本人が例えば起きておはようっていうのと近いじゃないですか。起きたよって言ってるでしょ、うん、でこれが多分ネイティブですかね。おやすみなさいを言うんですか。グッドナイト言います。それは言う、はい、こっちから寝る、バイノールコーナー先に寝ますねとか、バイノールコーナー向こう先に寝るとか、ファンディーナ、ファンディーナは聞きますね。バイノールコーナー、バイノールコーナー。タイで行く、飲んで寝る、ゴーンで先に、なので先に寝に行きますね。いいですね、これはいいですよ。バイノールコーナーになります。ファンディーナ、ファンディーナ。ファンで夢を見る、で、ディーがいいですね。ああ、じゃあハバグッ、いい夢を見てくださいね。ハバグッドリームとかですね。結構これは使いますよね。バイバイの時に See you again っていうよりもなんかファンディーナって夜消えていく方がなんかかっこいい。ああ、なるほど。グッドナイトって夢見ろよって。お前もなってるよ。延長で言うとやっぱり挨拶って締めもあるわけで、また会おうね、See you again とかですね、See you、じゃあがん、じゅうがん、レオチューガン、レオチューガン、レオチューガン。レオは、まあ、じゃあっていう感じですかね。じゅうがん、じゅうは、あとへの間くらいの発音で、じゅう、これで会う、ミートとか See ですね。がんは、together。また明日一緒に会いましょうね。レオ・ジョーガンという発音になります。これは日本人が恥ずかしがったらなんか俺は出ないようなイメージなんですよ。でも今の聞いた、いや、うんっていうのはあなたは大臣だからあなたは大臣だから。サノッチの今の音をちゃんと聞いて、ミヤちゃんの音をもう一回再度聞いて、いきますか。レオ・ジョーガン、
レオチューガン。いいですよ。サノッチもいいですよ。レオチューガン。レオチューガン。レオチューガン。おお、いいじゃないですか。うん。音が分かんない。その音を聞くのはどうやって聞けばいいんですか。これを見ればいいじゃないですか。もう一回見ればいいじゃないですか。挨拶ってあと何かあります。僕知りたいのはね、はい、日本で言うとチーズみたいな、えおやすおやすみたいな、なんかこう適当に言うじゃん、おはようございますって言わずにおやすおやす、短いもう楽な感じ、バディカップを言わないってこと。でももうそれをなんか短いバディみたいな、バディあるんだ。ワッディーだ。もう楽なの。ワッディー。ワッディー。久しぶり会ったとムーンとか。わかる。ムーン、ペンガイバーンとか。ペンガイバーン。ペンガイバーン。ペンガイバーン。ペンヤンガイバーン。そうですね。そういう言葉になって、How are you? みたいな感じですね。ペンガイバーン、サバイリーマイ。ああいいですね、うん、このコンボはいいですね。そうそう、コンボでないバーン、サバイディマイ。じゃあ何て答えればいいですか。サバイディ、サバイディ、サバイディ、みんなはサバイディ、ハウはだから使えるってことですよね、やっぱ挨拶的には。そうですね、うん、ハウに関してはやっぱ、まあ、僕らもまだね、ちょっと超えてるかな、過去の動画ブラブリー CH でね。あとやっぱりこれ発音が重要ですからね。なので発音をちゃんと聞きたいときは佐久間塾に入ってください。それはね、確かにみやちゃんが本当にあのライブを週一でやってるんで、これ本当タイ人の人に聞いてもらわないと、うん、正しい発音わかんない、ね、正直その日本人じゃ出づらい音もあるんでしょうね、まあ、それをやっぱりこう、これはどういうのっていう、そしたら答えてくれるんですよ。もちろんです、みや、うん、ちゃん答えてくれるんで、それがめっちゃいいですよ。カタカナ見るだけで絶対分からない、分からないですよね。お音域というか、うん、その音程がすごく難しいんでね、うん、耳を本当鳴らすってすごく重要かなと思います。これを佐久間塾に入ってればあのみやちゃんと週一ライブができるんで、ね、使えるわけでしょ。使い倒すことができるわけでしょ。みやちゃんみや先生と1分対抗でするのも見れるし、うん、そうですね、 LINE 入ってくれたら見れますので。ワッディー、ワッディー、あるんだ。ワッディーだ、もう楽なの。チャット結構使う。ってことはもう日本語と英語だけ使える人たちはもうアウトです。ワッキーが結構使いづらい。友達に会うとき何か言うかなって思って、あんま言わん。絵文字それ LINE を知ってる人ね。そうですね。